こいつですよ、こいつ。マスピース矯正を選びました。一生ものなんで直す価値しかないでしょう。どうも皆さん、こんにちは。クライムライフです。今日はね、湘南美容歯科クリニックさんに来てるんですけど、僕のマウスピースの矯正、マウスピースどこ行った？こいつですよ、こいつ。こいつの動画を撮っていきたいと思います。なんでこの動画撮ろうと思ったかというと、以前出した矯正の動画の反響が大きくて、すごい参考になったっていう方の声が多かったので、今回ロング動画でね、しかも湘南美容歯科さんの担当医の先生と一緒に動画を撮ることになりました。まずなんで僕が矯正しようと思ったかと言いますと、まず YouTube のコメントで歯並びについて触れられることが多くて、それでまあ結構コンプレックスになるじゃないですか、あんまり言われたら。それまであんま気にしてなかったんですよ、正味。あんまり歯見せて笑わんようになったっていうので、生きていく上でね、笑わんとかもったいないんで、矯正しようってことに決めました。僕がこの湘南美容歯科さんに来た経緯なんですけど、エイトさんがセラミックスやられてて、それで僕も最初セラミックスに興味あって、紹介していただいて湘南美容歯科さんに来ることになりました。大阪の心斎橋店なんですけど、最初は歯削ってセラミックスを入れるっていう、そっちで迷ってたんですけど、矯正をするか。僕はまあいろいろあってマウスピース矯正を選びました。で、多分セラミックスしようか迷ってる方もいると思うんで、これはまた別の機会にね、どんな人がどっちを選べばいいのかっていう動画も撮れたらなと思ってます。そんな感じで今日は湘南美容歯科さんにいるんですけど、今日は僕の担当医の倉先生とお話ししていきたいと思うので、登場してもらいます。お願いします。湘南歯科クリニック大阪心斎橋の副院長倉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、いつもお世話になっております。お世話になっております。はい、お世話になっております。後でインスタグラムの方で矯正について質問募集したので、そちらを倉先生に質問していきたいと思います。まず最初に僕が矯正を実際に行った、これまで8ヶ月の感想というか、実際やってみて感じたことっていうのを話していきたいと思います。僕はそもそも矯正をするにあたって歯を4本抜いたんですけど、元の歯並びがこんな感じで、八重歯があって外側の上下4本を抜くことになりました。まず抜歯しなければいけない人の歯並びってどんな感じなんですか？いろいろありますけど、プライム君の場合は結構もう上の方から生えてる状態で、はい、ね、前後的なガタつきの距離があってで、はい、あとはそのお顎がちっちゃくって後ろに動かしたりとかするスペースがなかったので、前から数えて4番目の歯を抜歯させていただきました、はい、じゃああれですか、顎小さい人が結構八重歯多いんですか？歯列臼って言うんですけど、歯が並んでる骨のところをね、そこのスペースが足りないとか、あまり後ろに動かす幅がないっていう方はそういった方法を取ったりします、はい、なるほど、ありがとうございます。そんなわけで僕はね、抜歯をして矯正を始めました。もう歯を抜くなんてもう正直めちゃめちゃ怖くて、朝も起きれませんでした今日みたいに今日みたいにね、今日もちょっと遅刻してしまったんですけど、もうそんぐらいちょっと怖かったんですけど、麻酔をして痛みもなく、うまい感じに抜いてもらって、その歯は今でも僕の冷凍庫に入っております。いつか必要になるかもしれないんでね。ということで、抜歯する前スキャンをして、どんな感じで動かしていくかっていうシミュレーションを取りました。これは結構自分の中ですごい良くて、どのぐらいの期間でどんな風に歯が動いてその完成形まで見える感じだったんで、結構ねモチベになったというか、視覚的に見れるっていうのはモチベーション上がりますよね。モチベーション上がります。ワイヤーだとないですか？ワイヤーだとないですね。じゃあ分かんないですね、うん、模型でちょっと見せたりとかはあると思うんですけど、 3D のバリエーションの画像ではご覧いただけないかと思います。マウスピースに特化してっていう感じです、ね、あ、そうだったんですね。スキャンが終わって1ヶ月ぐらいしてマウスピースが一気に僕の場合46個届いて、マウスピース矯正の生活が始まりました。最初つけた感想なんですけど、めちゃくちゃ痛くて、特に僕の場合外す時がめっちゃ痛かったんですけど、これからこんな生活がずっと続くのかって思うと、続けられるかなって思ったんですけど、 2,3 日やったら慣れますね、うん、強い痛みは3日間なので、それを乗り越えて体の一部みたいな感じでお使いいただけると思うので、3日間頑張りましょう。3日間だけですね。取る時はなんかあるじゃないですか、取るやつ、うん、取り外し用の器具があって、はい、外しづらいっていう方はそちらをお使いいただいてます。リムバーですね。慣れてくるともうなんか手で取るようになるんですけど、結構取るのもスムーズになってくるんで、ほんまに慣れかなと思います。僕の視聴者さんは筋トレしてる方多いと思うんで、その筋トレとマウスピース矯正の質問っていうのは後で倉先生とお話ししていこうと思うんで、最後まで見ていってください。僕が思うマウスピース矯
生始めたい方への簡単なアドバイスなんですけど、まずめちゃくちゃなくすので、ケースは持ち歩いてください。いや、なくすのクライムくんだけだから。僕特に多くて、一回なくすと来るまでに 2,3 週間届くまでにね、はい、ちょっと時間かかります。しっかりなくさないようにっていうのと、帰るごとに最初の 2,3 日ぐらい痛いですよっていうのと、食事のたびに歯磨きしなければいけないので、そこは頑張ってください。最初に一つ言っておくと、矯正って結構痛いんですけど、痛みを筋トレにぶつけられるんで、逆にいいみたいなとこあるっす。初めて聞きましたここだけ伝わってる感じで嫌なんですよ。それをダンベルにぶつけるって感じで。僕は今インビザラインのマウスピースを使って矯正をしてるんですけども、インビザラインってちょっと聞いたことあるんですけど、どういったものなのか解説をお願いします。インビザラインは本社を米国に置くアラインテクノロジー社が本社なんですけれど、日本にも卸してて世界シェアナンバーワンっていう、去年の時点で1500万症例以上ですね、実績のあるトップブランドになりますね、はい、デジタル矯正の先駆けとなった会社さんです。精度が高いっていう、ドクター側としても調整しやすいですね。やり取りはね、 AI が全部ね診断して、 あと技師さんが調整して、それのシミュレーションの画像を見てドクターとやり取りして微調整していって、ご覧いただいて良ければ発注って感じですね、はい、最初一気に46個来たじゃないですか。僕のイメージちょっとずつ注文していくんかなみたいな思ったんですけど、スキャンの時点で全部見えてるから。そうです、ゴールまでバーッと出ちゃうんで、他の会社さんだとちょっとずつちょっとずつでスキャンし直ししてとかっていうところもあるみたいですけど、意味じゃないの場合はもう最初の時点で設計してしまって、それ全部作成していきますので、はい、一気に届きますね。なのでしっかりと装着時間とか装着期間とか、いろいろなお約束ごと守っていただくと、ゴールまで必ず到達するよっていうモチベーション上がりますね、モチベーション上がりますね。ちなみに途中で矯正の動き方がうまくいかなくてずれてきたというか、なってしまった場合、それ以降のやつはまた別で、次に進んでも前に戻っても今のも全然入らないってなっちゃった時は、その時点でもう一回スキャンして、そこから追加で発注っていう形になります。ありがとうございます。それでは今からね、視聴者さんにいただいた質問を倉先生とお話ししていければなと思います。ということで、まず一つ目なんですけど、ワイヤーとマウスピース、メリットデメリットみたいなの聞けたらなって思うんですけど、マウスピースの一番のメリットは、外したい時に外せる。歯磨きとかも、ご自身の歯をしっかり磨くことができるので、清掃性はすごくいいですよ。あとは、痛みが、特に最初始めた時の痛みが、ワイヤーもマウスピース矯正も両方やった方はわかると思うんですけれど、痛みの程度が違う。マウスピースの方がマイルド。ワイヤーの場合はもう装着してしまったら、先生に外してもらわないと、うん、ご自身では外せないので、マウスピース矯正はもう最悪痛かったら外せるので、はい、本当に3日間乗り越えていただかないといけないんですけど、はい、尋常じゃない痛みの時は外していただくことができます。あとは例えばどっちの方が早いとか聞かれるんですけど、あ、よくありますね。期間的には正直マウスピース矯正も早いかなと思います。実際に苦手な動きとかはワイヤーの方が得意な動かし方できる場合もあるんですけど、マウスピース矯正で絶対できないというような動きってそこまでなくって、そういった難しい場合とか時間がかかりそうな場合は部分的にワイヤーもしくはボタンっていうゴム掛けするフックみたいなのをつけたりするんですけど、そういったものを併用してあげるとできちゃうので、ワイヤーじゃなきゃ動かせないとかいうのはほとんどないかなと思いますのでね、逆にどういう人がワイヤーをするべきなんですかね。ワイヤーをするべき人は、はい、多分マウスピースをずっとお口の中につけてられない、例えば外したら外しっぱなしで装着時間を守れないとか、はい、そういった方はもうガチッとしちゃった方がいいかもしれないです。逆に虫歯になりやすい方とかはワイヤーとかつけちゃうと磨きづらいとかね、はい、さらに虫歯がひどくなっちゃったりとかするので、うん、マウスピース矯正の方が外して磨ける分いいかなとは思います、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ続いて、さっきもちょっと触れたんですけど、ワイヤーとマウスピースって動き方って一緒なんですかね。動かし方はやっぱり違います。マウスピース矯正はじゃあどうやって動かしているかっていうと、多くの歯をマウスピースで囲ってあげて、後ろの歯、前の歯とでその上下的な動かし方を調整したりだとか、前歯を支えに後ろの歯を動かしていくといった風な使い方をしていくので、全然力学的には違うかなと。ワイヤーの場合はもうアーチになったワイヤーを通して、そこでゴムかけたりとか、はい、ワイヤーみたいなので引っ張り下げたりとかしていくので、ワイヤーでもなんか前につける人と後ろにつける人がいると思うんですけど、後ろと前で速さとか変わるんですか。速さ的には変わらないと思いますけれど、はい、当院ではマウスピース矯正だけの取り扱いにはなるんですが、よくその絶足矯正されてる方が外れちゃうから当院に来られてマウスピース矯正したいっていう方とかもいらっしゃいます。理由としては絶足矯正って歯
の裏側につけるので噛んだ時にその装置が当たっちゃうんですよ、当たる力で外れちゃったりするので、そもそも噛み合わせ的に難しい方が舌側矯正を選んでしまうと、それはもう外れちゃうのの繰り返しで、なかなか矯正が進まないかなっていうのはあるので、ちゃんとその診断してもらえて噛み合わせに問題がないって判断してもらって始めることが大事かなと思います。続いてはマウスピース矯正の簡単なルールみたいなのがあればお願いします。はい、基本的には20時間以上20時間、できれば22時間以上っていう風に言われてます。はい、今日はお食事してる時以外はずっと使ってもらう。もう寝てる時はもちろん、もちろんのこと、筋トレしてる時もそうです。食事の時は外す。で、食事のために歯磨きをする。歯磨きをする、うん、こんな感じでマウスピース1日ほぼずっとつけてる感じですね。そうですね、ずっと使っていただくっていうのが基本的なルールになります。はい、続いてなんですけど、マウスピース矯正しながらなんかホワイトニングみたいなんてできるんですか？はい、これね、最大のメリットでホームホワイトニング用のジェルを使っていただくと、矯正用のマウスピースで一緒にホワイトニングできますので、一石二鳥です。僕もマウスピース矯正なんでホワイトニングも一緒にやらせてもらって、ね、はい、これはもうワイヤーだとできない。ワイヤーだとできないですね。ホワイトニングも一緒にされたい方はマウスピースがおすすめだと。そうですね、はい、歯並みが治ってる時にはご自身の歯も白く、はい、白く綺麗になって最高ですね。最高ですね。あとはレーザーでホワイトニングも可能です。僕がやってるやつですね。そうですね、筋トレに関することも聞いていくんですけど、基本的に筋トレ中はマウスピース外した方がいい感じですかね？いえ、つけといてほしいです。あ、そうそう、筋トレ中外してたら20時間以上はなかなかね、無理です、難しくなるんですもんね。つけてもらって、はい、筋トレされてる方、トレーニング中にドリンク飲まれると思うんですけど、その時はできれば外していただきたいんですけどね、はいはい、基本的にはお水以外は外して飲食していただいて、うん、歯磨きして戻していただければと思います。はい、はい、じゃあ一番気になってる方も多いかと思うんですけど、続いてはそのマウスピース矯正、人によると思うんですけど、期間と値段について伺っていこうかなと思います。マウスピース矯正の部分矯正とかであれば短いと 3,4 ヶ月ぐらいから、あとは全体矯正だと長い方だと 2,3 年もあります。じゃあまあ期間はそんな感じで、お値段の方伺っちゃってもいいですかね？はい、軽度の部分矯正の場合は 99,800 円ぐらいからあります。あとは全体矯正ですね、プライム君みたいな、例えば中間の歯の抜歯をする必要であるっていうような方の料金とかだと90万円台ぐらいになってきます。抜歯しない全体の矯正とかだと70万円ちょっとぐらいでございますので、ご検討ください。検討ください。決して安くはないですけど、歯はね、あの一生ものなんで直す価値しかないでしょう。ということで以上、期間と値段になりました。支払い方法なんですけど、分割みたいなのってできるんですか？あ、あります。現金、カード、あとローンもありますので、ご検討いただければと思います。みんなで歯も鍛えていきましょう。最後にもう一つ、矯正なんですけど、何歳までできるみたいな、トレーニーの方とか結構40代50代トレーニングされてる方多いと思うんで、そちらもお願いします。骨の状態にもよるんですけれど、当院でお越しいただいている最年長者の方はだいたい60代ぐらい矯正ご希望で来られる方いらっしゃいます。すごいですね。はい、40代50代、はい、60代綺麗に、ね、なりたければ、はい、その時が始め時だと思います。はい、間違いないです。お待ちしております。お待ちしております。ということで以上がね、僕の矯正についての動画でした。もっと質問、こういうの聞きたいっていうのあれば、コメント欄でいただければ返せるかもしれないんで、また動画にもできると思うんで、コメントお願いします。ということで以上で動画終わります。最後までご視聴ありがとうございました。